こんにちは。はい、こんにちは。宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ともこです。ちかこです。ありがとうございます。3人で久しぶりでございます。うんうん、だね。はい、久しぶりだ。うんうん、ちょっとねサロンを立ち上げましたので、うん、しました。はい、サロン内でちょっとね うん、さっきね、うん、Facebook ライブをしてきたんですけども、うん、はい、もうその中でしか言えないことが、はい、いっぱいあってですね、はい、ちょっと YouTube で言うとね、うん、消されちゃうから、うん、そうそうやばいこと、そうそうそうサロン内でしかライブ配信はちょっとしばらくセーマーかなと思ってるので、うんうん、はい、そういう話を聞きたい方はぜひご参加ください。そうそうそう、あとね参加を迷ってる方でいらっしゃったら、うん、あの1週間はトライアル期間があって、あ、そうなんですか。そうそうそう、カード情報を入れた時から1週間ですね、うんうん、その時点から、うんうん、その1週間ちょっとお試し期間としてちょっと覗いていただいて、それでもし合わなかったら全然その解除手続きをしてもらうと、あの料金発生せずに大会ができます。でそのままで気に入っていただけたら何もせずに、はい、1週間を経過すると本登録っていう風なシステムになってますので、一度ですねお気軽にあのお試しをしてみてください。はい、はい、うん、あとですねもう一つ、あの私たちのストアが、ね、うん、インターネットストアですかね、うん、インターネットショップか、うん、を開設しました同時に、うん、はい、はい、こちらはですねあのサロン会員じゃない方でも、うん、誰でもご利用ができるものになってて、例えばどんな商品があるんだっけ、あ、何、 T シャツとかもそうだし、あ、そうそう、物販もしてて、ね、グッズね、そうだね、うん、でもメインがねあれね、オンライン、うん、音楽、うん、そう、セッションとかね、そうそうそう、個人セッションとか、そうそうそうなんですよ、個人セッション、いろんな種類がありますので、うん、はい、はい、下にリンクを貼っときますので、はい、ぜひ見てください、はい、でサロンに入っていただいた方と方の特典として、うん、ちょっとお安く、うん、会員価格で私たちのサービスを受けられるようになってます、はい、はい、そう、あのサロンの会費自体もすごい入りやすいよね、うん、はい、うん、1111です全員好きだけどエンジェルナンバーから、うん、そうですね、はい、1ヶ月1111円なので、そうです、ね、うん、はい、ぜひお試しに覗いてみてください、はい、はい、うん、てな感じですね、うん、いや本当ね言いたいこといっぱいあって、うんうん、本当は YouTube でビャーって言いたいんだけど、ちょっとそりゃ危ないのでねそうなんかねこう少人数ならではのこう一人一人発言する機会がたくさんあるっていうところは一個、うんうんうん、他のところと違うかなっていうのはあります、ね、うん、そうかもね、うん、そう、うん、多すぎると埋まっちゃうから、ね、埋もれちゃうけど、うん、みんな一個一個の意見を言いやすい環境ではある、うん、と思います、うん、もうなんか友達感覚みたいな、うん、家族みたいそうなん、うん、家族みたいよね、濃いつながりができるなと思います、うん、そうですね、そうです、はい、はい、距離関係ないからさ、うん、すごいよね、海外からも、ね、うん、そうそうだ、入ってくれてる、してる、うんうん、海外の話なんかも聞きたいよね、うん、本当ね、うん、よろしくお願いします、はい、まあね、いろいろありますよね、うん、生きてたらね、うんうんうん、なんか最近私ちょっと、まあ、ショックなことがあって、うんうんうん、何かというとそのまあね、可愛がってる生徒さんを、うん、事故で亡くしちゃって、うーん、ちょっとこの1週間はねちょっとね、落ち込んでたというか、もう1週間ぐらい前まあ聞いたのがね、あ、うん、そうか、まあ、いろいろ考える機会を与えてもらってたのかなとは思うんだけどもね、うん、若い人、うん、そうだな、うん、そう、すごいね、夢があって頑張ってる子だったので、うん、まあ、もう突然会えなくなるなと思って、うんうん、まあ、そのことに関してはすごく
悲しいし寂しいなっていう風にやっぱり思っちゃいますね。まあ、でもやっぱり寿命っていうのは自分で決めてきてるからね。だから そのことだけを考えたら、あの三次元的に言ったらすごい悲しい、事実なんだけども、うん、その子にとっては何か それによって解消されるカルマがあるとかね、うん、あのまあ、決めてきてるわけだから、うん、あのそれによって家族が気づく、何かに気づく、うん、そうこういうね宇宙の法則とかに気づいてくれるために、うん、そういう自分をね作り出したのかもしれないし、うん、だから一概にその、うん、かわいそうにっていうので片付けられないことない、うんうんうん、そうだな、うん、そうだな、うん、だから本当にそのももちゃんにとっても何らかの気づきにつながると思う、うんうん、そんなだからずっと私にとってのそのこの出来事に関する学びは何なんだろうなっていうのを考えてた、うん、だから死がかわいそうとか良くないことだと思ってるってこと？良くないこと、うんうん、とはもう思わないけど、うんうん、まあ、やっぱり突然会えなくなったっていうことが、まあ、寂しさはそうだね、うん、やっぱりうってやっぱり ね来るよね、うんうんうん、特に、うん、可愛がってる子だったりすると、うんうん、やっぱりねショックですね、うんうん、まあでもね、うんうん、だから肉体がなくなるだけで魂は生きてるので、うんうんうん、そうそうなんだよな。だから私も前はさ、うん、そりゃ、うん、なんか仲いい人が亡くなったりとかさ、うん、身内とかがね亡くなったら、そういうことがあるとさ、うん、すごい悲しかったし、うん、なんかすごい落ち込んだし、うん、でもそれが今びっくりするぐらいなくて、あの、うん、寂しさはあるんよ、うんうん、だってこうやって会っていた人が突然いなくなる、うんね、もう触れないとかさ、うん、あの寂しいのはあるけど、うん、その悲しさっていうのはなくなったんよ、うん、それはでも三次元的に言うとさ、うん、めっちゃ冷たい人なんよ、そうだよね、うんうん、でも自分でもちょっとそこでびっくりした、うん、どういうのかな、そのあの意識が上がってくると、うん、マイナスなことに反応が薄くなる気がするんだけどな、あの何嬉しい感動とかはさ、うんうんうん、薄れないんよ、そうなんだよね、なんかそ前にも増してそれを感じるっていうかさ、うんうんうん、そうなんだね、なんかだから、うん、悲しいとか辛いとか、うんうん、そういうやつがちょっと感じにくい、うん、まあその魂レベルでね、見えない目に見えない世界でつながってるっていうのがこのこういうことをね学んで知ったことだから、まあ以前に比べたらなんていうかね、そんなにもうガーンって落ち込むっていうほどではなくなってると思うけど、やっぱり私たち地球という物理次元に生きてるから、うん、あもう一緒に、ね、歌を歌えないんだとか、うん、あのお話があの、うん、言葉でできないんだとかってね、うん、そういうのはやっぱりね、うん、人間である以上、うん、まあ、あってもいいのかなって私は思うんですけど、うんうんうん、だから今度そういうなんかお試しをしてみて、あの亡くなった人との会話って絶対できるので、うん、それはしたことないね、やってみたらいいの、あのどうやるの、問いかけるの、何でも、うん、あの自分が聞いてみたいことってあるじゃん、質問、うんうんうん、だからそれに対してこう感じるから、あ、うん、だからそれ質問したことがないから、うん、向こうもそう、ね、あのそうコンタクトしにくいんだけど、うん、そう意外と返ってくるから、うん、だから自分の思考じゃないやつが、うん、うんうん、そうだからやってみたことがないから、そう、ね、そうちょうどやるチャンスかもしれない、うん、はあ、ちょっと、うん、今夜あたり、うん、本当だ、一人になった時にちょっとやってみて、うん、どういう回答、意外とそんな、うん、もう苦しい、もう助けてとか言わないよ、うんうん、もう苦しくはないだろうね、うん、確かに肉体を離れてるからね、うん、でも、どんな気持ちでいいのかなとか、うん、
どうだったかなとか、うんうんうん、この地球生活はどうだったかなとか、ちょっとやってみて、聞いてみたいので、うんうん、私にもできるかな、できるできる感じない私でも、そうできる、うん、そう挑戦、じゃあちょっとやってみて、そうなんね、今はだってできると思ってなかったからやったことない、あそうだよね、みんなそうなんだよ、思ってないからでやらないだけで、やってみると意外とできるから、なるほどね、うんうん、私もやった、まず私と動物でやった、あ動物、うん、なんて言えば、飼ってた犬がさ病気で亡くなってさ、あのその時はでもまだどっぷり3次元だったからめちゃくちゃ悲しかったし、もうこの世の終わりぐらい悲しいんで泣き暮らして、そうそう、もうほんとそうだけど、あのやっぱりこういう意識になった時に、あのチャンネリングしてみたよ、なんていう、まあ、全然違う、私は思ったってタイプ、全然違うやつだった、そうなんや、なんかメッセージ来た、なんかイエーイ的な感じよ、だから結局そのワンちゃんは、あのもう気づいた時にはガンで全然気づかなかったよね、めっちゃ最後まで元気でパクパクご飯も食べて、まあもう、何歳、14歳か15歳ぐらいだったのかな、長生きも回したしシーズーだったんだけど、で本当に最後亡くなる2日ぐらい前に動かなくなって、であれと思って病院連れて行ったら、いやもうすごい大きいがんでよく生きてたねっていう感じでさ、あのこんな状態で普通に元気でいたなんてもうありえないみたいな感じで、でもう最後みんなに見とられて亡くなって、でもそれは悲しかったよ、もう本当泣き暮らして、であのすごい後悔もしたんよ、早く気づいてあげれんかったとか、あのかわいそうなことしたなとか思ったけど、でそういうことずっと思って、じゃあ自分ではでもチャネリングした時に全然違う感じなんよ、なんか「え何のこと?」みたいな、気づいてあげれんでごめんなって思ってたって言ってね、ことみたいな、幸せだったのな、うん、最後までね、そうそうそう、ね、苦しまずにそんなに、全然違ったと思って、そう天寿全うしたんだ、快適よっていうさ、あの若い時に戻るんよ、赤ちゃんの時なんかもうなんか多分一番自分にとっていい感じの時期になんか若くてぴょんぴょん跳ね回ってみたいなところに戻ってるから、うん、めっちゃ快適よ、その姿が見えた、あそう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 、うん、そう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 、そう人間もだから思い通りの年齢に戻れるから、亡くなると、若返るよな、若返るよ、大抵若返る、ね、そうそうそう、私は自分の母が私が42歳の時亡くなってるから、病気でね、で死んだ後もあのコンタクトしたよ結構、話したの、話したっていうか、あの料理が分かんないと聞いてた、これ何入れるんだっけ、帰ってくるのそれ、帰ってくるんだよ、すごい、味噌入れるのよとか、生姜とかね、そうかみたいな、本当すごいな、そうなんか細かいやつ来るんだけど、だからそういう会話もそれはすごく上級者な気がする、みんなやったことないからできないだけで、なんか慣れると結構上手になってくる、そうなるほど、でね最近やったんよ、あのねもう15年くらい前だから亡くなったのが、もうちょっとね変わるんだなと思って、もうあの適当に自分のやりたいことやっときなよっていう感じ、だからもうあれもう全然深刻じゃないんよ、で弟がちょっとねあの心配なのかなと思ったけど、もう適当にやっといてみたいな感じよ、もうそういうところじゃないんや、そういうところじゃなくって自分がなんかも楽しくって、そっちで楽しんでるからもういいよこないでみたいな、そうそうそう、まだじゃあ違う魂に生まれ変わってない、その準備で、ね、忙しいか、その準備なんだろうね、
なんか歌がものすごい好きな人だったから、なんかもうこう草原とかお花畑で歌を歌うのが楽しいみたいな感じで、うん、そうそうそう、だから料理のことなんてどうでもいいのよって、もうそうなってきたって何も聞いてくれないんですけどそれはそれで、ね、なんか、うん、嬉しくなるね今さ、ももちゃんもさ、前言ってなかった、うん、あの歌う前に緊張するときに、うん、おじいちゃんを呼んでみたいなさ、うん、ゆきちゃんって、そうだから知らず知らずのうちにはやってるじゃん、うん、でも私はその明確に言葉がなんだ、うん、伝わるとかっていうところまでは言ってなくて、なんかただこう落ち着けてくれたりとか、うんうん、そういうのは感じるけどね、でも今やったら違うかもよ、うん、そうね、そうだね、うん、そうそう、だから、うん、ある意味ちょっと訓練じゃないけど、まあ、やればやるほどつながりやすくなる、うん、なるなる、うんうん、だよね、だから魂って、うん、本当はこうね、うんうん、手のひらみたいな感じでね、うん、こうね 5人ぐらいで成り立ってて、これが本体だとしますよね、うん、うん、でこの順番に出てきてるのよ、うん、大抵、へえ、ももちゃんがこの人だとするじゃない、うんうん、で今回生まれます、前世はこの人がやりました、うん、その前はこの人って順番に出てんだけど、うん、あっちの世界に帰ったらもう本体に戻るから全員の経験になるわけよ、これが、うん、全部私なんでしょ、うん、そう全部チームももこ、そうそうそう、全部私なんだけど、じゃあバイアセルフ指導霊とか仲良し護霊とかいろいろ役割は違うんだけど、うんうん、やっぱりサポート、うん、見えないところでサポートしてくれてるんや、うん、あっちの世界では、うんうん、で今回生まれるってことは、うん、相当なそのアセンションとかすごい重大な、うん、ね、任務があって任務があるわけだから、うん、一番、うん、私は絶対アセンションしてみせるっていう人が出ない限り全員にかかってるわけよ、うん、そんなやる気満々のやつが一番、そうだよ、出てきたのがこれ、そう、あんまちょっとあんまやる気なさそうな感じなんだけどでももうな記憶がないけど、うん、一番私ならできるって言って、うん、そうだよ、で今まで過去ね、うん、いろんな人生やってきたけど、お前が一番やちゃんとやれたよなっていうやつが、うん、選ばれてきてるし、いや私なら絶対やるわっていう自分でも豪語してるわけね、代表代表代表だよ、そう言ったかな、そうだからみんなそれを忘れて、うん、自分が言って嬉しいって言ったのに言ったのに言いそうだ、いやめっちゃ言ったと思うよだからなのにさ、そうって言って出てきたのがうじ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 さ、うん、やこれはできんし、うん、これは無理だし、うん、あだこうだって言っとったら、うん、ここが、うん、お前やる言ったじゃんってさ一生懸命言ってます、でこの人がやるって決めて、うん、決意をしない限り、うんうん、サポートができないよ、なやりようがないよ、うん、こっちが、そうだからしっかりしてよってさ、うん、めっちゃ思ってる、なんか気づかせるためにわざわざ病気にさせたり事故をさせたりとかやってくれてるやってくれてるやらされたんだねだって気づかないと、そうしないと空での約束を思い出してって歌っとるじゃろ誰かが寝てたそういうことなんよ、だから本当にね、うん、一人で生きてるようで一人じゃないんです、実はっていうこと、なんかでもそう言われたら、うん、私一人じゃないんだなって安心感ね、うんうん、そうでしょ、そうそうそう、みんなそうなんよ、チーム応援されてるんよ、うんうん、そうチームであって、なんかもう結局他のちかちゃんの魂、あさこさんの魂とも、うんうん、そうそうそう、結局つながってはいるよ、繋がって繋がって、わーわーってみんなで今つながりやすいから、うん、本当にさ、うん、CD 聞いてくれたりさ、こういうの見てくれたり、うん、リアルで宇宙の回とか来てくれたりしたら、うんうんうん、もうシューってつながって、うん、なんかガチってなるよな、うん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 、そうそうそう、だから2人3人合わさったらすごいメンバーが、ね、うん、見えない力があるってことだからさ、うん、そう、だから1人が目覚めたら2万人が、うん、に影響するって言われてるもん、ね、本当にそういうことでさ、うん、1人の力はすごいんだな、うん、すごいってことよ、だからもうさ、うん、寝ぼけとる場合ではない本当そうなんよ、なんか
チャラチャラのスピリチュアルやってる場合じゃないっていうことが次々多分現実的に起きてくると思うので、うんうん、あのね、うん、マジな覚悟マジな覚悟がいるいります僕から先はな、なんかオンラインサロンとかのアンテの話になっていやもう深いことすごい言いたいんだけどはいそんな感じでじゃあ、はい、それでは今回はこれで、この辺はい、ではまたごきげんよう。